はようございます。実は我、さっきゆいちゃんとハイタッチしてる方に。やってた。なんか待ってるかと思った。一緒にずっと話してそれ思んないとか意味わからんとかの繰り返しで、半年ぐらいずっとやりとりが。午前中の時間が分かってると思うけど、かなり勝負です。あの、まずいものを持ってたとか、もう飛び込みで。ギリギリやから。それだけ一回やりたいんで、パパッとパパッとしてから、もうここになるまで気づいてね。その感覚を覚えてください。こうやってよ。今日はね。ましょう。その日までさよなら恋心。25年後に帰ってって言われたの。そうなん。あの子とパパのドアから出てきてください。それもらってない？あかりもらってない。お願いします。すいません、申し訳ないです。炊飯ジャー超能力者。超能力通行人。通行人ヤキです。ヤキです。てめえやんのかこれ。ゾンビです。引退公演ってなるので、その今までの頑張ってきたことをここで発揮できるように、あとはしっかり楽しみたいと思います。1回目できたのすごい光栄だなっていう気持ちがまず、はい、大きいです。はい、準備してなんかもうズタボロで完成したんですけど、今回はもうバッチリ仕上げてくると思うので私すごい期待してます。とぼとぼと家路に着くのであった。人々がそれらと出会いましたとき、なすすべもなく。ご飯を食べたおかげでもう大丈夫そうです。お寿司のアイドル分析。アイドルができて楽しかったです。気持ちいいです、本当に気持ちいい。大成果で楽しかったです。楽しかった、一瞬で終わりました。本当に入学前
からずっと夢見てきた女子公演だったので、本当にもうまず楽しいっていうのが大事で、開催できたことって今の時代じゃ当たり前のことじゃないので、それで感謝の気持ちを忘れずに。